はい、2024年目標、新全日評価講座を受けられている皆さん、こんにちは。の根本です今回、法務省の方から、配点変更の連絡が出ました。卓一午前105点、卓一午後105点、そして規律に関しては、70点満点が140点満点になると、そういった配点変更をするという連絡が来ました。 この全日専門家講座の方では、1月以降、期日レベルアップ講義というのが実施されます。こちらで、ここを意識した説明をしていきます。この期日レベルアップ講義、こちらの方では、答案を初めて見る方が、どこをどう見るのか、そしてどういう答案を作るのか、ということを説明していきますし、また、今回の配景変更に応じて、特にこういうところをしっかり書いていこうねと、といったところもちょ、えー、いろいろ、 技を伝授していこうと思いますそのためこの配点変更があるなんかどうすればいいんだろうっていうことは思う必要ありませんこちらもいろんな技いろんな方針を用意してますのでぜひそれに従ってやっていってくださいちなみになんですがあの勉強のやり方とかは一切変えないようにしてくださいね均一の配点が高くなるだから均一の学習時間を増やしてしまう今からそれをやるのは やめてください今は私が指摘した通りの順番のやり方そして復習でずっとやっててくださいちなみにあの記述の配点が高まるっていうのは午後の部で言うと午後択一午後記述午後択一105点70点満点から105点140点満点になるので相対的にですが午後の択一の重要度が下がります。 五号の択一重要度が下がります一回で受かろうとする方難敵は実は五号択一です五号択一ってどうしてもね勉強年度が多い方受験回数が多い方が有利なんですよでもその重要度が下がりますこれは皆さんのご学にとっていい情報だと思ってくださいということで配堤変更ありましたがとにかく こちらの方針に従ってどんどんついてください。心配せずに学習を続けていきましょう。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。